ペコパは、シュウペイと、松陰寺、大野勇からなる日本のお笑いコンビ、サンミュージックプロダクション所属。2008年4月結成。2007年頃、ピン芸人、松井祭として活動していた23歳の松陰寺デラと、当時ギャル男でフリーターだった19歳のシュウペイは、渋谷の居酒屋で、同じアルバイトとして出会った。アルバイトの新人だったシューペイに松陰寺デラが、 将来何がやりたいのかを聞いたところ、伝説を作りたいと返されたのを機に、入り、シュウペイをお笑いの世界に誘う。ところが、シュウペイはお笑いの世界に興味がなく、松陰寺のピン芸のライブを見てもあまり面白くないと思っていたこともあり、断り続けていた。しかし、松陰寺が約半年間誘い続けた結果、試しで結成することになり、 2008年4月30日から先輩後輩のコンビ名で活動を開始する。コンビ名の由来はアルバイトで松掛け寺が先輩、シューペ平が後輩だったことから、当初の所属事務所はナイスデーだったがすぐにフリーになる。2010年中にオスカープロモーションに移籍。2013年9月にコンビ名をペコパに改名した。 コンビ名を変える話が出た、際の新コンビ名案として、シュウペイは 175R の曲、グローリー・デイズから、グローリー、松影寺は、チャーネアスカの曲名から、指輪が泣いたや、シュウペイと松影寺を組み合わせた、週末を入れたコンビ名を提案したが、どちらも没になり、最終的に当時の事務所の先輩だった赤い先につけてもらった。 当時韓国語にはまっていた赤いが、響きや文字の並びが可愛くて気に入ってた言葉である、を提案。これは、お腹空いたを意味する言葉であり、いつまでもハングリー精神をという意味が込められている。そこからさらに可愛い印象を持たせるためにひらがなにした。2015年 NHKBS プレミアムで8週にわたり、放送された爆笑ファクトリーハウス笑い削りに出演。 若手漫才師9組を集めて、芸を磨き、一組ずつ削っていくというもので、ペッコパは最終週まで生き残り3位となったことから、スタートラインに立つ。2016年1月17日に、初の単独ライブ、風風を行った。2016年7月4日放送の有田ジェネレーション、ネットがざわつきそう芸人オーディションにカズマスパーキン、節子。 ゲラゲラ星人と共に出場した。シュウペイが松影寺に引っ越しの相談をするというネタを披露したが、審査員からは相談する相手を間違えてる、ネットをざわつかせるなら、シュウペイはいらないと厳しい声が上がった。その結果、前代未聞のシュウペイ以外合格と発表され、松影寺は有田ジェネレーションに、シュウペイは小峠軍団に入った。 松陰寺はその後、アリタジェネレーションのエースとして活躍していたが、2017年8月17日から31日放送の、ユージェネ。夏のサバイバルフェス2017首になるのは誰だ灼熱のネタ総選挙で、首となった。2019年1月1日放送の、グルナよ面白そう日本で一番早いネタ祭り。誰か売れてちょうだい。に出場。他に、 夢山猿らが出場する中で優勝を果たす。しかしこの直後の1月中は、トントン病死に仕事を得ていたものの、徐々に仕事は減っていった。後に、彼らはこのことを、夢山猿に、ブレークのチャンスを取られたと話している。さらに所属のオスカープロモーションが5月で、バラエティ部門を廃止しお笑い界から撤退したことから、ペコパを含む大半の所属芸人は契約解除になり、 フリーランスとなった。オスカーから契約を解除され、フリーランスとなった芸人たちと開催した5月18日の、元オスカーお笑いライブ最終回からみんなフリーになっちゃいましたの後、同日深夜配信のアベマ TV、カンニング、竹山の土曜ザナイト63に勝つまたフーミンラと出演。番組終盤には番組宛に地方局ディレクターから、ペコパへの出演オファーが届いたものの、 二人がフリーのため、オファーの対応の仕方が分からず困惑していると、MC のカンニング竹山が、お前らサンミュージックに入りたいんでしょじゃあペコパ、うちに入れと話し、その場でサンミュージックがマネジメントの受付窓口になることが決まる。ただし実際には、元オスカー所属で2014年にサンミュージックに移籍していたピン芸人のタイガからの、 サンミュージックに来たかったら話してやるぞという誘いに、王子、大河が各方面に働きかけたのが、そもそものきっかけで、最終的に竹山が番組内で後押ししたのが決め手になった。その後6月12日に行われたサンミュージックネットライブに出演し、サンミュージックへの正式所属を発表する。結成12年目、出場8回目にして、初の M-1 グランプリ2019の決勝に進出する。決勝進出が決まった瞬間、松影寺は辞めなくてよかったと泣き崩れたという。また、決勝当日、会場にて元所属事務所の先輩にあたる上戸彩との初共演を果たした。ファーストラウンドでは、突っ込み方改革のキャッチフレーズで10組中の最終組として登場。審査員の松本人志に、 乗り突っこまないボケという新しいジャンルを切り開いたと言わしめた。また、優勝候補の一角である和牛を退け、サンミュージックプロダクション所属のタレントとしては初、また、吉本工業以外の芸人として、ナイツ、オードリー以来11年ぶりとなる最終決戦に進出する。最終決戦では一票も得られずに3位に終わるも、各審査員が、 ここ数年で最もレベルが高い戦いだったと絶賛し彼らの実力を認めた。松陰寺は M-1 グランプリ決勝戦当日もローラーシューズを用意していたが最終決戦の2本目のネタで結局最後白勇気がなかったと M-1 決勝戦直後に配信されたギャオの番組世界最速大反省会で話している。 また前年の M-1 グランプリ2018に初めて準々決勝に進出した際松陰で来枠。当時はネタも荒く、全然に詰めていなかった。キャラも今より濃かった。それでも切り口だけでここまでいけた。だったら精度をもっと上げようと語っており2019年の M-1 の決勝に向けてネタを仕上げることを決意する。7月1日に日本モニターより発表された。 2020上半期タレント番組出演本数ランキングの2020上半期ブレイクタレントにて2位を記録する。また、7月10日にオリコンより発表された2020上半期ブレイク芸人ランキングにおいて1位を記録する。12月発表の2020タレントブレイクランキングでも1位を記録。週刊朝日2020年7月10日号にて 初の雑誌表紙モデルとなる。10月8日放送のロンドンハーツ秋のゴールデン3時間 SP で、カノヒデタカこと 50TA の公式ライバル、50PA として松陰寺が参戦。字を戻そう、決定的、足りないなど、前後曲の新曲を披露した。本企画は、視聴者投票で勝った方が生配信ライブをするという、もので。 投票の結果 50PA が勝利し10月29日に TVer テラサにて生配信ライブをすることが決定した。なお、披露した5曲を収録したアルバム、字を戻そうが番組終了後の10月9日午前0時から Apple Music などで配信開始。2020年10月19日付のオリコン週間デジタルアルバムランキングにて9位を記録した。また、 10月20日放送の延長戦で、シュウペイが松陰寺に内緒で曲を作っていたことが発覚し、デュエットやラップなどをとにかく混ぜた新曲、なんだっていいじゃんを披露した。こちらも10月21日午前0時から Apple Music などで配信開始。シュウペイは5月7日放送の裏屋ステッキン家族でスーパーの店員役を 松陰寺は10月21日放送のリモラブ、普通の恋は邪道でデモンとして、それぞれドラマデビューを果たした。11月5日、新語、流行語大賞に松陰寺、大野勇の決め台詞、字を戻そうがノミネートされた。大賞、およびトップ10には選ばれなかった。11月11日放送、テレビ東京の売れてごめんなさい。名前が被って、 風評被害人気者が、謝罪案では、企画上番組のナレーションで、当時彼らは意味も知らず、響きが良いことからペコパを芸名に、という前提で、実際に、ペコパという店名を冠する岐阜の韓国料理店、同名の神戸のマッコリバーや、はたまた名前が似ているカフェなどに足を運び、ブレークする前からあった名前を名乗り、有名になって申し訳ありませんでした。 という口実で謝罪し、店主らは前からの怒りを漏らしながらも許しをもらった。2020年5月25日に松陰寺が正座したまま空中に浮いているように見える写真を自身のツイッターに投稿した。その奇妙な様相がコラージュ素材として話題になり、ファンによってペコパザツコラ選手権というハッシュタグが生まれた。その結果、約8000ツイート投稿され、 ツイッターのトレンド入りを果たした。また2020年のシューペイの誕生日には、あらかじめガニ股で飛び跳ねたシューペイの写真を、松影寺が用意して発生した、ペッコパザツコラ選手権のシュペ祭りが開催されるなど、その後も素材用のコンテンツを彼ら自身が投稿しており、2020年11月9日の松影寺の誕生日では、ペッコパザツコラ選手権祭祭がその日の日本の、 トレンド入りを果たすなど、徐々に定番のものとなりつつある。人気テレビ番組、乱ンマネー闘争中に出演した松陰寺が、一番手確保となってしまい、ツイッターに、松陰寺確保というハッシュタグが生まれた。その後、コンビで出演した同じく人気テレビ番組で、闘争中のシリーズ番組の、戦闘中において、シュウペイは、サッカー部で培った体力を活かし活躍した。 松影寺は、前回不名誉なタグが生まれたと雪辱を晴らそうとするが、またも一番手で脱落してしまい、松影寺撃派というハッシュタグが生まれ、トレンド入りしてしまった。ネタは、漫才、コンと共に行う。全皇帝漫才、多様性漫才とも称され、松影寺が突っ込むように見せかけて、フォローをするのり突っ込まないボケ、否定しない突っ込みが特徴である。松影寺は、 紫のスーツを着用し、明行したホスト風のキザキャラを演じる。頭を振る、独特の動きやキャラのモチーフは、チャゲアスカのアスカ。また、ホマたせしました、これの名は、などことに、F 音を乗せる発音は、1990年代のミュージシャンも意識しているという。また、定番のセリフに、字を戻そう、悪くないだろうなどがある。他に、舞台上では、キザーン。 という決まりのフレーズがある。シュウペイはこれに不条理なボケを連発する。また、漫才冒頭の自己紹介と終わりの挨拶の際には、両手をクロスさせて、人差し指で両方を挟む、シュウペイポーズをする。定番のセリフには、おくんなまし、や、霊霊的、がある。松影寺は、ネタ中に頭を振ることが多い。勢いがついたり力んだりすると、 いつもより激しく降ってしまうらしく、白い稲妻がバキバキって入って、バチンっていう視界になることがあるという。医師からは、ストップの指令も出ていたため、最近は腰から降るようにしているという。乗り突っ込まないというシステム上、松陰寺がシュウペイのボケを否定できないため、番組内でのシュウペイのボケが事実として、ネットニュースになってしまうという弊害が起きている。また以前は、 ネタのつかみとして松影寺が舞台をローラーシューズで横切るつかみを行っておりライブやオーディション等で披露していた。その後松影寺が舞台衣装をスーツに変更してからは披露していなかったがダウンタウンデラックスにて久々に披露することになった。このスタイルにたどり着くまでに4回ボケとツッコミを入れ替えている。またキャラクターも大きく変わっている。 初めてボケとツッコミを入れ替えたのは、シュウペイがボケのセリフを覚えきれなかったことや、ボケの意味を理解していなかったことが原因と話している。またシュウペイがツッコミをしていた際に松影寺は、無理させていたと話している。このことについては、シュウペイ本人も認めており、自分は、ツッコミ機質ではないと、M-1 グランプリ2019後に、中川家のラジオに出演した際に発言している。 全皇帝漫才が生まれた理由については、シンプルにボケて突っ込むということをただ裏切りたかっただけ。最初これは人ボケだったけど、それが受けたので全部そうすることにしたと話している。また当初は普通の突っ込みをしており、時にはネタ中に人の悪口も言っていたこともあった。このことに関しては、その人に向けた槍は必ず僕に戻ってくるんだなと分かって、その後はやめたと話している。 なお、字を戻そうというフレーズは、松陰寺がもともと言っていた、ちゃんとやってくれを、もっとロマンチックな言い方にしたいと思ったことから、生み出された。しかし最初に、これを言い始めた時は全く反応がなく、この人は、ネタ中に、何を言っているんだみたいな空気になっていたということで、シューペイも最初は、変な風に思っていたという。M-1 グランプリ2019で、 ぺこぱの否定しないツッコミを見た若林正康は笑い飯や山里良太のツッコミを初めて見た時以来の衝撃を受けたとしてものすごい発明と称賛している若林曰くツッコミは指摘や否定でありそれは多様性を飲み込むものであると分析しかしぺこぱの漫才はツッコミかけた後に否定せずに飲み込むという 一つのツッコミの中で緊張と緩和を使い分けていることで、こんなに伝わるのかと衝撃を受けたという。さらに、時代の転換点のようなものを目の当たりにしたと、爆笑しながらも関連したという。新感覚のツッコミスタイルからよくお笑い第七世代に数えられることがあるが、本人らは彼らより、キャリアも年齢も上だと認識しており、第七世代芸人との共演は、 豪華客船のチケットをついでにもらえているような感覚だと語っている。テレビネット配信ラジオ雑誌テレビテレビラジオネット配信ありがとうございます。